こういうふうに階段に手すりがついてますの。年寄り用に。車椅子は？車椅子ね。どなたの？これどなたのっていうんじゃなくて、あのほら私ども何かね病気になったりなんかした時に困るだろうと思って1台買いましたの。お金はどうなってるんですか？それはね、うん、あのこんな大きな財布があってそれであのその中にねお金食費がなくなると1万とか2万みんながね出すんですよ。ポンポンと入れてであの丼勘定でそっからみんな公のものがそっから、うん、収入は、うん、年金年金生活ですね、うん、そう、うん、厚生年金と日赤年金、うん、あ日赤年金っていうのがあるんですか、はい、それから国民年金、国民年金、まあ安い映画館の3本だけ、ね、月に一度ご近所のお年寄りが安田さんのお宅に集まるようになって1年になります。4人が作った手料理を囲んでの和やかな集い、ともすればこもりがちになるお年寄りの心を開き絆を持とうと安田さんが温度を取ったシルバーサロン。ここに来るのは、まあ、どういう目的で一番いらっしゃいます？皆さんね、いいお話ししてくださるし安田さんだからとても楽しくて、皆さんとねいろいろ苦情なくお互いの気持ちをねあの話し合って隠し立てなく、うん、ここでの一番のなんか楽しさっていうか、ここに来る目的は、ここに来ました半日ゆっくりしてね、うん、えもうね親元に帰ったような気持ちでご馳走いただいちゃってうん、うん、でもゆっくり体もね心もゆったりしましてね、うん、それでね帰っていくんですいつも、うん、本当に寂しいでしょうとかね、うん、お一人じゃ不安でしょってのはやっぱり禁句あそかやっぱりね皆様はあのその生活環境の中でどう生きるかっていうこれがね前向き、もう悔やんだってねしょうがない、死んだご亭主は皆さん戻ってこないしね、血のつながりはないんですが友人家族だと思ってますの、うん、だからそれもさっき申し上げたように独居老人集合体だからこういうことができるんです、うん、これもし私が本当の独居老人だったらとってもできません。だから大きな意味ではこの方たちも家族なんですよね。人生の帳尻は一人では合わせられない、感情は貸したり借りたりだ。川崎市にある向井小学校、ここに1週間前転校してきた2人の兄弟、5年生の健太くんと3年生の俊介くん。ところが転校してきたばかりだというのに3週間後にはまた転校しなければならないんです。この兄弟は一体どんな定めを背負っているのか。ただいま。そうやったに今時にお土産持って。何、修学旅行な。そう、旅から旅の小さな逸座若葉劇団、2人の兄弟はその子供たち。1週間前浅草から川崎の劇場へ移動してきました。あのこちらの公演というのはだいたい何ヶ月ぐらいなんですか？1ヶ月です。1ヶ月で1ヶ月間こちらで公演されて、でお住まいの方はどちらの方に、ね、うちは札幌なんですけど。札幌に帰るっていうのはだいたいどれぐらいなんですか？1年のうち2回たったたった。初体は全部で何人なんですか？18人です。18人。そのうちの、 あのご家族の皆さんっていうのは、うちの家族がうちの私と主人と子供4人と6人なんですけど、ええ、あとはお弟子さん、みんな身内みたいなものになりますね。芸名は若葉紫。若葉紫？かっこいい名前だね長男健太くんの芸名は若葉紫、芸歴5年。次男の俊介くんも同じく舞台に立つこと5年、芸名は一ノ城。4つになる三男の龍也くんは1歳の時から舞台に出ています。ただし芸名はまだありません。夕方子供たちが帰ってくると稽古が始まります。お母さんはもちろん末っ子の勝美ちゃんも立派な役者。ちょちょちょ出てきた。楽しいね、あんたたちも。これは女中頭だからね。あ、大丈夫、寝てるから皆さんをちょっと紹介していただけますか？ここだけでいい。ええ、うちの若葉茂大座長です。大座長、はい、若葉茂です。お父さん、
さん。はい。若葉です。若葉でございます。どういう立場か教えてもらう。私の愛人ですね。主人です。大衆演劇は今も根強い人気。北は北海道から南は九州まで、いずこへ行っても大入りの若葉劇団。その秘密は健太君たち子役にあるようです。以前は北海道で留守を預かっていたお母さんも今では一座の要。ちょっと詰めてもらうように詰める詰める。ご来場誠にありがとうございます。皆様にお願い申し上げます。どなた様も一膝ずつ前の方にお詰め願います。午後6時開演。おめえ見てるよ、何やるかねえよ。私の家ないんだよ、本当に。あんたたち旅回りをする子供たちと離れ離れで暮らすのが辛いと一座に仲間入りしたお母さん。若く舞台では芝居がそのまま続き、袖に引っ込んだお母さんは晩御飯の支度。食事の支度の合間に出演してるような感じだもんね。そう、片手間に出た。私同時だからすぐ焦がしちゃう。あ、そうだ、似てる間って舞台出てるんでしょ、うん、それで舞台入ってくるでしょ、うん、そのまま私の頭の中からポッとブリのこと忘れちゃう時があるの。それでみんな、臭い、なんか焦げてないって言って、あ、魚かけてんだとかって言うと鍋が真っ黒。一座の呼び物は若葉紫こと長男健太くんと一之丞こと次男俊介くんの踊り。どこへ行っても大喝采。この踊りは僕と兄ちゃんが考えて手をつけたのです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。お、もう受けを知ってる。芝居が跳ねるのは夜も更けた10時。そして舞台は食堂に早がある。僕の最初一家6人を含め18人の夕餉の人と、たとえ親兄弟ではなくても365日毎日同じ食卓に着けば家族となる。食卓は家族の原点なのかもしれません。毎日がなんか修学旅行みたいですよね、ワイワイ。なんか感じ的に合宿みたいなとか。気づかないです。気づかない。帰って本当の親の方が気使う。舞台が食堂に早変わりした後は客席が寝室に行って、行く先々の芝居小屋が我が家となる文字通り寝食を共にした18人家族。本当に信じられないぐらい仲いいです。人が見てもと思うやつ買いますよ。そういうのはまたやってください。18人も人をこう集まって、他人が集まってやるっていうのは。ちょっといい、はい、どうこうやってみんなで寝るの。楽しい。でも1ヶ月ごとに転々といろんなところもあるでしょ。そのために学校も転校しちゃうでしょ。古木は友達仲良くなったと思ったらすぐ別れるから寂しい。奥さんは最初からもう劇団の方で。違います。えち普通の家庭で育って、普通の OL して。えでもいきなりこんな大勢の中に入って戸惑いませんでした。やっぱり何年もみんなで一緒にやってきて、子供になったり兄弟みたいになったり親になったり、いろんな立場になったりしてますからね。だから裏切れないんですよ。それだけでいるみたいなもんですよ。旅暮らし、思い出をポケットいっぱいに膨らませ、また明日次の町へと旅立つ家族。あ、すごい素敵なキッチン。おしゃれ。もう例えばレンジにしても4つついてたりだとか、便利ですよね。そうですね。そしてこちらはベッドルームになってます。わあ、ここもなんかおしゃれにまとまってて、紫色でね、薄紫ですごい素敵で、まあ本当に普段は、ええ、帰ってきて、ええ、寝て、でご飯食べたらもう次の日の朝仕事行くみたいな生活ですんでね、ええ、ヒーターそのものが全部これ床暖房になってるんです。あ、ここ、ええ、すごい。
これ実はアメリカ製で、横浜に船揚げしたのをそのまま引っ張ってきて置いただけ。アメリカ製のお家。実は飯熊さんのお宅は1000万円で購入したキャンピングカー、それを駐車場に据え置き、月10万円の駐車場代を払って住み出して1年半。休日ともなると友人が集まってバーベキューパーティー。こういう飯熊さんのキャンピングカー生活っていうのはいかがですか？いや本当に重宝してますよ。重宝してる、ね、楽しい。いい時だけ来てね、遊ばしてもらう。私はどちらかといえばこうやってみんなが集まってワイワイやる方が夢だったから、まあ面白がってみんなが来てくれるって、その方が楽しいだと。友人がこう、まあ、休みの旅だとか、それこそ遊びに行くぞっていう時にわっと集まってくれて、それも一つの家族かなと。住宅ローンに縛られて暮らすより友人との付き合いを大切にしたいという新しいライフスタイル。はい、いただきます。続いてはワンマン親父と12人の子供たちの仰天家族であります。朝6時半、ワンマン親父の怒鳴り声で一日が始まる岩渕さん一家。おいおい、これ起きろ、何起きろ、見てやダメだよ、いや、おい、何隠しちゃって、こんなし、おい、行こう、寝ろ、おい、くっつ、おい、行け。おはようございます。はい、おはようございます。あ、どうも。どうも。いや、すごい迫力ですね。これは普通のあだの声ですね。どのぐらいかかりますか、子供を起こすのは。そういう、そうね。お膳つくまで1時間かかるね。1時間、子供たちは男の子、女の子、それぞれ別棟で暮らし、食事時になると両親が寝起きする母屋に全員集合。さあ、さあ、名前は何なの？次男のユージです。ユージ。みんな眠気が覚めず仏頂面。お名前は何女で？六女でリナ子。リナちゃん。五女でリカ子。リカちゃん。何女ですか？リツコです。リツコちゃん、何女？四女。はい、いただきます。はい、はい。これでもう皆さん、お子さん、お母様でみんな岩内家揃ったわけですね。ええ。学校2人行きましたけどね。あ、まだ2人、もう学校行っちゃったんですか。こっちはね、2人はね、はい、まあ、いいでっちか、感動っちかね。感動？ええ、学校親父だからね。子供12人のうち、感動された2人の娘と長女は結婚、四男は寿司屋に住み込み、中学生の七女と五男以外は全員頑固親父の下で働くブロック建築の職人。中学卒業と同時に父親の仕事を手伝うのが岩内家のしきたりなんです。ここだよな、ここ。家を守るお母さんの家事の中で一番大変なのが洗濯。2台の洗濯機はフル回転、2年でダメになるほど酷使されます。何しろ泥にまみれる仕事、洗濯は1日として欠かせません。しかも親子合わせて10人分の洗濯ともなると4時間もかかります。でもお母さんの生きがいは大勢の子供たち。いただきます。おい、返事。で、仕事の休みってのは いつなんですか？ないです。あ？ないです。ない？うん。今、週休2日の時代ですよ。雨降った時に。まさくんはじゃあずっともう、一番この中で長く休みなしでお父さんと一緒に仕事してるわけだ。うん。いや、休みたいと思いません？思います。前はでも、例えば、他の方を使ってた時あるんですか？ありますよ。何人も来てる？7人ぐらい使いますね。うん、多いというかね、だんだんよく出てくるとね、人使うより自分ワンコの方は使いやすいでしょ。時間には制限はないしね。じゃあひどいもんじゃないですか。時間には制限ない、使いやすい。父親の一言で全てが決まる、まるで明治か江戸時代。肉体仕事の大家族、食費もかさみ月70万円にもなるとか。子供が小さい時はね、お使いももうお父さんだったんですよ。あ、全部。ええ、うん、もう洗濯と子供の世話と、うん、あのご飯の支度とかそういうのでもういっぱいでね、はい、もうお使いも行かれないような状態だったからね。お財布は全部じゃあ藤子さんが管理してるんじゃなくて、管理してる、お父さんが管理してるんですよ。おお、長々とお風呂が入ってます。はい。
まず一番風呂はお父さん使う。そうです。